はい、こんばんは。意外と好評の、大人クラブの時間でございます。6月16日金曜日、はい、模様も吹けてまいりました。ちょっと今日は昨日よりはあのムシムシ感がねなく、若干カラッとした、お天気でしたね今日はね。それでも徐々にね気温が上がってきて、やっぱり体力をね消耗しますよね。食欲も落ちますしね。とか言って後でラーメン食べようかななんてはい、そんな、大人クラブ、今日はですね、今日ご紹介する書籍、はい、こちらでございます。はい、日本死刑史。はい、日本はねどんな方法で死刑をしてきたのかというのことを、結構リアルに、書いた書籍でございます。現代だけではなくね、昔から日本はどのような方法でね死刑という裁きを行ってきたのかということが書いてあります。死刑、まあ最もね厳しい刑、これも遠い昔からあることで、やってはいけないことをしたときは死をもって償えと、そのようにね人間は人間を おかしなことをしないようにを持ってね、人が人を制御してきたわけでございます。はい、ところがね、これは昔と今で大きく違うのは、昔は死刑というものが公開されてたんですよね。公開処刑だったんですね。今も死刑ってあって、死刑が行われてるんです。でもそれを誰も見ることはないわけですよね。ニュースで死刑になりましたというところまで見る。じゃあどんな風に死刑になるのか、何月何日誰が死刑になったのか、どんなふうにその人が死んでいったのか、これ全く一般の私たちは知らないわけですよ。これって私の全く個人的意見ですよ。これでいいのかなと思う時があるんですね。ほんの一部の人がね、その死刑になった人が死んでいく様を見るわけです。多くの国民はね、それを見ることがなく、全く他人事のように死刑というものが行われていくわけですね。これちょっと違うんじゃないかなと。死刑ってどんなに恐ろしいものなのかを知る必要があるんではないかと私は思っています。私はね、これは個人的な意見ですので、そうじゃないと思われる方はそうじゃないと思ってくださって結構です。はい、江戸時代なんかはね、本当によく時代劇で出てくるようにね、本当にこう人だかりができて、そこで
首をはねたりとかしたわけですよ。それをリアルに見ちゃったら、いや悪いことはできないなって思うわけですよ、ね、ところがね、今あの死刑に対してのリアリティがないじゃないですか。で、本当にじゃあ死刑ってどういうふうに行われてるのって知らないですよね。実は私も知らないんです、今どういうふうに死刑が行われてるのか。あのいくつかの方法があることは知ってるんですが、あの現実にそれを見たことがないので、あのどの程度人が苦しんでいくのかね、知らないんですよ。これって恐ろしいことだなと思うんですね。国民が選出した裁判官が下した死刑という判決に対して、ね、一人の人が死んでいくのを全く無関心に目の前を通り過ぎてもいかないんですよね。全く他人事なんですね。これはこれでいいのであろうかと。もっとね、人が人を裁くということに対してもっとリアリティを持っていないと、犯罪というのは減らないんじゃないかと思います。で、時々、そうですね、って思うような殺人事件が起きるじゃないですか。わあ大変、あんなに何人もの人が死んでしまった。他人事なんですよね、みんなね、あの私も含めて。恐ろしいことに、あのこれ自分の身内がね、あのもし、その無謀たらしく殺されたとしたら、その一人の人が何かの方法で死刑になったとしても、それで怒りが収まったりすることはないと思うんですよ。じゃあそこで何が起きるかっていうと、なんでその人はそんな風なことをするような気持ちになったのか、まずそれが一つと、その場所に居合わせた運が悪かったと思うしか方法がないですよね。そこから何百メートルか離れたところにいれば死なずに済んだわけで、一つは運が悪かった、もう一つはその人をね、殺してしまった人がなぜ殺すような人間になってしまったか、最初からね殺人鬼だったわけではないわけで、何かが原因でそうなってしまった。それは一体誰のせいなのか。誰かのせいであって自分のせいではないと思っているわけですよね。でも何が原因か分かんないですよね。もしかして巡り巡って自分のせいなのかもしれないわけで、なんかね、そういうことを考えるとね、こういう単純に日本死刑史という、どういうふうに人が裁かれ、どういうふうに人が死んでいったかっていうことを読むとね、すごく不思議な気持ちになるんですよ。時代時代によって、これで殺しちゃうのっていうのもあれば、これで殺さないのっていうのもあるわけですよ。それ国によってもそうですし、まあこれ宗教的なことなんでね、私は口を挟むつもりありませんけど、宗教によってはそれでアウト、それでセーフみたいなね、それはもうその人の選んだ道によってそうなってしまうのであって、
からないですよね。で、何が言いたいかというと、死刑というものはあって致し方がないと思うんですけど、私は死刑廃止論者ではないんですけど、もっと死刑に対してリアリティを持たせた方が私はいいと思います。死刑になるような犯罪は起きるべきではないと思いますし、私のね、大切な人がそういう目にあったら私は絶対に許しません。かといって私が何かね、その人をね、殺したからといって、これで何か解決するわけでもない。とても複雑な問題ですよね。というわけで、大人な皆さん、ね、これはね、いつか子供に聞かれる日が来ると思うんですよ、死刑についてね。そういう時に、はっきりこうであるっていうことを答えることはすごく難しいと思うんですよ。子供にだって宗教の自由はあるわけで、信仰の自由もあるわけで、なので、こういったね、少なくともどういうことが行われてきたかということを書籍何で知っておくこと、全く無知なことと、知っていることは、答えられる幅が変わります。はい、こんなたかだか数百円の本ですが、古本屋さんに行けば売っていますので、もしくは、図書館にこれないのかな、いけないのかな。なのでやはり人が人を裁くというのはね、すごく重大なことなので、大人はやっぱり、子供に対してね、何か答えを求められた時に答えられる準備をするべきだと私は思っています。というわけで本日の大人クラブでございました。全然面白くなくてごめんなさい。それでは、明日は土曜日、お休みの方もいらっしゃると思います。ゆっくりと楽しい休日をお過ごしくださいませ。それではまた。